岩村真治4月11日から2014年7月25日は、日本の牧師。日本キリスト教団、大森恵協会、第2代牧師、日本キリスト教団教育委員長、世界宣教協力委員長、東京同心会長、NCC 家庭生活委員長、アジアキリスト教幼児教育者協議会、日本キリスト教教育センター理事長、 社会福祉法人牧人会理事、日本つんぼ話学校理事長、国際宗教教育学会会員、WCC 男女協力委員、読売日本テレビ文化センター講師などを務めた。1920年、東京赤坂ン南坂教会副牧師官にて、岩村聖志郎、安子の次男として生まれ、祖父、尾崎高堂牧師より、幼児受診。1926年、 大森に移住、入り洗第四小学校、青山学院中等部、富立高校、東京帝国大学文学部西洋哲学科を卒業、学徒出陣で王召。1927年、父、岩村聖志郎が教育的伝道を目指した恵み教会を創立し、その中で素直な青少年時代を過ごし信仰を養われる。1946年、 めぐみ教会伝道士に就任、同年10月、大石和子と結婚、初穂、愛を、太郎を虚ぐ。1947年と大森教会と合同し、大森めぐみ教会と解消する。1949年から1953年、米国アンドゥバー、ニュートン人学校、ハートフォード神学校に留学。以後54年間日本キリスト教団。 大森恵協会で伝道し、牧師として奉職した。その間、青山学院大、立教大学、日本社会事業大、東京神学大学、農村伝道神学校、アジア学院で非常勤講師として、教弁を取った。教会形成の特徴は、創立者、岩村聖志郎の、教会教育を柱とした日曜学校及び、幼稚園に力を入れたキリスト教教育を引き継ぎ、 伝道、教育、奉仕を教会の三本柱とする製熟した教会形成である。この理念のもと、日本社会に土着化した幅広い教会、幼稚園を形成する選挙活動を継続実践した。このことについては、教会教育による教会形成の中で、岩村が述べているが、大森恵み教会形成は、親子二代にわたる一教会形成という特殊性と、 プロテスタンティズムの土着化という普遍性の二つの側面での成果であるといえる。教会、幼稚園の内部充実とともに、新たな都市型開拓伝道の開始と、積極的な奉仕、福祉活動と、その育成も特筆すべきことである。大森恵み教会の隣接地である、羽田、平和島地区に、1975年大森西、伝道所を建て、 都市型伝道の拠点としてきた。また、大森恵協会の奉仕福祉活動の中から、1972年以降、福島、山形両県下で9カ所の福祉施設を運営する、社会福祉法人牧人会を生み出し、自ら理事、講演会会長として、その活動を育成した。キリスト教学、哲学、倫理学、教育学の分野で、 多数の論文や著書を表している。代表作の一つである、地と契約は、契約概念を歴史的、理論的に追求した独創的契約論であり、日本社会の根源的対立軸を地と契約の関係から示した書として高く評価されている。そして、岩村は、地と契約を通して、日本社会の近代化に、キリスト教契約間の導入の必要性を主張した。 もう一つの代表作である状況の倫理は、米国のキリスト教倫理学者 J. フレッチャーが提起した論争を受け、原則倫理と状況倫理を対立軸として捉え、原則倫理と状況倫理のアウフヘーベンを狙っている。日本の家庭問題、キリスト教倫理、結婚やクリスチャンパーソナリティ論等の多数の著作の根底に、あるパーソナリティの成熟化というコンセプトは、 状況の倫理の実践とも言える。岩村の著作活動は、キリスト教倫理や思想分野で、理論的に貢献しただけでなく、異教社会に本でのキリスト教の定着化、土着化を中心的テーマとしており、そこでは、キリスト教思想、倫理の実践的な必要性を示したものである。また、日本キリスト教団世界宣教協力委員長として、キリスト教教育、 キリスト教幼稚園の国際的な大会や研究集会を組織化し、そこで国際的指導者として活躍した。キリスト教教育世界大会、WCC 男女協力院セミナー、世界メソジスト家庭会議等の国際活動の中心メンバーとして活躍する。さらに、1966年以降、東南アジアキリスト教幼児保育者協議会を組織し、 事務局長になった。また、幅広い国際的ネットワークを活用して、大森恵教会、幼稚園は、米国教会との交流やアジアからの幼稚園教師の受け入れ等を行った。戦後長期間、日本のキリスト教会は、欧米、特に米国の教会からの支援を受けていたが、大森恵教会と幼稚園は米国等の、キリスト教先進国と対等のパートナー関係を、 気づく時代に入ったとの認識をもって、海外、特にアジア各国への国際的貢献を積極的に行うように努めた。1927年岩村は、恵み幼稚園の第1回の卒業生である。幼少時代に特に目立った思想を持ってはおらず、父母の牧師仕事を見ながら、自分も牧師になりたいと思っていたくらいであった。小学校5年の時に信仰告白をする。 その時、一生の仕事として、牧師をすること、そのために必要な教養を身につけようと考えてた。牧師としての教養ために、話し方、聖書の勉強を極めること。その他、神木会でのゲームを指導、手品などにも打ち込んでいた。旧政府立高等学校時代に、ある先輩より勧められ哲学研究会に入会。そこで勧められライブニッツを勉強し始める。さらに、 ギリシャ哲学に興味を持つことになる。ギリシア哲学とは、キリスト教神学、ユダヤの思想とギリシャの哲学が総合されてできたものだからである。当時、東京帝国大学の西洋哲学科の主任教授で、でッタはクリスチャンで、そのでッタカを慕って、東大の哲学科に入った。主として、ギリシア哲学、それも、有神論的な、 プラトンの哲学を専攻することになる。東大に入った1941年12月には太平洋戦争が始まった。1943年12月1日に学徒出陣で相模原市の通信隊第一連隊に入隊する。学徒出陣の2年前、いつまでこんな勉強を続けていられるのかと切羽詰まったような気持ちで一生懸命に勉強した。論文は プラトンの神の概念、それとキリスト教とキリスト教の神とどう違うのかに狙いを定めて勉強を始めたのである。終戦後、復員すると、実家の古い教会は空襲で消失していたが、現在地の池上の2 0 0坪ある土地に移ることができた。1946年1月に大森恵教会から招聘されて伝道師に就任。そして、結婚をして家族を持つ。 アンドオーバーニュートン神学校の校長からのスカラシップのニュースをおじの尾崎道夫を通して聞き応募して留学することになった。目的は学位と牧師の資格を取得することであった。1949年から1953年まで4年間、アンドオーバーニュートン神学校とハートフォード神学校と2つの神学校に学んだ。その間、PHD を取るため並行して、 ハーバード大学でも聴講したが、ハーバードの進学が無心論に偏っていたため、半年で中断することとなった。また、牧期海学のラブニー先生の言葉で、牧師は一つの分野に専門になるより、幅広く世の中のことに興味を持ち説教に用いると、一般にもわかりやすいと言われたことは、岩村にとって生涯忘れることができない言葉になった。二つの神学校で、 宗教哲学を専攻し、論文もアンドーバー・ニュートンでは宗教における心理決定の基準の問題に取り組んだ。例えば、長い教会の歴史の中で何回か激しい論争があるが、カルバンの誰が座れるか座れないか全部神の予定の中にある。それに対して、いいえ、そうではない。それでは、運命論になってしまう人間の自由、選択の自由がある。 信仰する自由がある。といったアルメニウスとの二人の論争がある。論争の時に、どちらが正しいかを決定するのが、宗教哲学で、真理を決定する基準となる。結局、独断主義になってしまう、ドグマ主義対プラグマティズムの対立になり、結論は出ない。両方が向き合う、その間における、研究をしたのが、最初の論文で、進学史を得た。2年後、 ハートフォードに移り、バルト神学の中でも、比較的柔軟で、宗教哲学的なエミール・ブルンナーを選んだ。論文は、ブルンナーにおける信仰と理性を取り上げ、神学修士論文とした。宗教哲学を学び、アメリカの巻会での教会のあり方について学んだが、日本の教会伝道士を務める中で、宗教哲学に違和感を感じる。青年たちを指導し、 説教をする機会があるが限界を感じる。哲学は見て考え、非常に面白いが、その考え方を実践し、そして人間を教育することの方が大事ではないかと考えた。そこで哲学より父親がやっていた宗教教育に打ち込むことになり、考え方が変わっていった。それが最初の方向転換であった。さて、牧師になり、 教団の教育委員会に招かれて委員になり、やがて教育委員長になる。岩村は、教育委員会の中にある、研究委員会の委員長として出会った、学者、牧師との交わりが非常に楽しく有意義であったと、10回している。例えば、高崎武史、小林光一、松川茂雄、三浦忠心理学のつもり誠、心学者の北森義蔵。 家族社会学の森岡清美、性教育の奈良林幸らと研究し合った。ある年、文部省の望ましい人間像、理想的人間像とはどんなものか研究して出す要要請があり、教団もそれに応じて理想的なクリスチャン、キリスト教的人間像をテーマとして約3年も議論をし、岩村がこれをまとめて出版した。その時に思いがけなく出た副産物が キリスト教教育の目的であり、それはクリスチャンパーソナリティを作ることにあるとの結論に達した。それ以来、パーソナリティというものに非常に興味を持つようになった。別の言葉で言うなら、父、聖志郎の時代には、宗教教育といえば、幼児の心理学が主だったが、真児はそれを拡大し、バルト神学によって、教会論的な基礎を与え、幼児の心理学だけでなく、 ゆりかごから墓場までの全年齢層の教育に及んだ。もう一つの特徴として、キリスト教会で初めて性教育に及んだこと、そして性のモラル、婚前性交と三次制限、同性愛といったモラルに聖書的基礎を与えたことなど、単に理論の追求にとどまらず生涯における実践的なモラルを提唱した。同時期の1五十八年に NCC で、 結婚、家庭問題に入って、結婚教育、家庭教育を先行するようになる。キリスト教教育には4つの分野があり、教会でなされる、教会教育、学校でなされる、キリスト教学校教育、それから、キリスト教社会教育と、キリスト教家庭教育である。ところが、当時キリスト教家庭教育が大変遅れていて、 何から勉強すればよいのか開目検討がつかなかったが、幸い、WCC が主催して、東南アジアキリスト教で結婚、家庭教育セミナーを開くことになり、日本代表として1958年タイのチェンマイの神学校を会場とした会議に参加した。全体で30人くらいのアジア人の中で、ただ一人の日本人として、初めてキリスト教家庭教育、 結婚教育というものについて、全体のカリキュラムを知ることができた。講師は、デイビッド・メイス一人で午前中3時間講義を続け、月曜から土曜まで、そのノートは膨大なものになった。午後は、ライブラリーアワーで、約100冊くらいの新しいキリスト教結婚、家庭教育の本を読まされた。夜は、各国の結婚事情、家庭事情について、 広く東南アジア全体の家庭事情を知ることもできた。その読書の中でゴールドン・オルポートという心理学の学者の本に一番心惹かれた。それまでの心理学は単に人間関係、人間の性格、感情の動きということが中心だったが、オルポートだけはそれも大事だが、その前にまず信仰で、どういう信仰を持っているかでパーソナリティの性格が決まる。と述べていた。 これは日本では聞いたことがなく、日本の心理学ではほとんど信仰ということを問題に入れていなかった。しかし、考えてみれば、どういう信仰を持っているかがとても重要で、信仰の深い人、浅い人、信仰を持たない人では、人柄が違ってくる。信仰というのは非常に大事で、これがパーソナリティのトップにある。その下に、人生観、世界観、価値観という、 広い見方があり、その下に知識、その下に感情、そして一番下に体質、体に密接した感覚的な情、衝動など、その下に無意識があるというのだ。人間は大変広く、一種の人間学、人間全体、そういうものがある。特に聖書において、人間をどう見ているのか、人間の成長、未熟から成熟へということと、 パーソナリティについて盛んに教会で語るようになる。このパーソナリティという見方から広く、人類の歴史、人類の発達へ考えを進めることになる。人類の発達は未熟なところから、中世、近代へ発達してくる。これは一種のパーソナリティの成熟への発達とよく似ている。民主主義は成熟したパーソナリティであると言える。日本は、戦後、その民主主義を、 国の方針とした。一方、日本の家庭問題、例えば、嫁と姑、考えると非常な運命的な地に重きを置く考え方である。あなた方は、親子の関係と夫婦の関係とどちらが強いのかと、質問すると皆困った顔をする。親子は、地の関係で、夫婦は他人であるけれど、契約により、夫婦になっていく。うまくいっている間は良いが、 ひとたび問題が起こると結局、婿さんは自分の妻より地の関係の親の方についてしまう。そういうことで、日本の家族の中で一番戦わなければならないのは、この地の問題を生産して、新しい原理に立たなければならないということであった。しかし、岩村は、なかなか新しい原理が見つからなかった。大森恵教会は、元日本組合キリスト教会に所属しており、 組合派協会は古いイギリスの国境的考え方に反して個人の自由、信仰の自由を唱える者が集まり契約により協会を作った者の集団である。そこから近代社会、近代的協会ができる。この話を突き詰めると岩村自身の信仰が怪しくなった。確かに自分は信仰があると思っていたが、それは非常に古い地に基づいたものだった。 自分の父、あるいは祖父がクリスチャンだからという旧約的な信仰で、あって、本当に自分の責任において神を信じる、選び取るということをしてなかった。そして、聖書講義では、例えば、婦人会では、ヘブル人への手紙、高校生会では、ローマ書をずっと講義した。この二つの書物は、突き詰めると、古市による信仰はダメだと、アブラハムの信仰を受け継いだ。 イスラエル民族は皆もう、血族的に先民だというのは古い。新しい契約をしなければダメだと。人間はなかなか契約を継続することが難しい。しかし、神と人間の契約の中保者、保証人として、主イエス・キリストがおられる。契約を破りそうになっても保証人としてのキリストが、変わって、神と契約をしておられる。本人が信仰がなくなった。 信仰を捨てたと言っても、イエス様がいる以上、事実上契約関係は切れていない。そこに、信仰の絶対性、確かさがあると言って、死と契約という本を書いた。聖書は、旧約聖書と新約聖書で成り立っているがそれは、古い契約と新しい契約との契約論である。契約論がわからなければ、キリスト教がわかっていないと言える。かくして、 岩村は42歳の頃、第二の改心、心を変えるという経験をした。表面上は、変わりはないが、心の中では、非常に大きく変わり、契約により信仰する、そしてその信仰を継続してゆく。日本的には義理を立てて、信仰を一生守る義理かたいクリスチャンにならなければ、ならないということである。この応用問題は大変広く、キリスト教の家庭問題においても、 また、人類の歴史においても、契約社会が一番新しいもので、それが民主主義であると展開した。一方、成熟、未熟を人類の歴史という観点から見れば、戦後、日本は、型としては民主主義の形を取ったが、一人、数との個人のパーソナリティにおいては、まだまだ未熟なものが多い。なおも未熟な、日本人という本では、 十ほど未熟を指摘して、もっと成熟しなければならない。紛争なども成熟することで解決できることがあると提案している。最後に、我々の信仰生活も伝道により、信者を導き、洗礼を受けるということが大事である。洗礼を受けた後はどうしたらよいか。今まであまりはっきりしなかったが、ただ生きて、クリスチャンとしてご奉仕をするだけでなく、洗礼を受けてから人間として、 さらに成長するようにしたい。はじめは子供のような信仰だったが、やがて大人の信仰になり、全くなる。イエスが神が善起用にあなた方も全くあれと言われた。それを目指して私たちを励ましてくださる。これが教会生活の中で一人数とが考えなければならない大きな問題である。古いものに止まってはいけない。絶えず新しくなれという教えである。 2014年7月25日早朝、昇天した。葬儀は2014年8月2日午後2時より、日本キリスト教団、大森恵教会にて取り行われた。ライブニッツの論には、モナド一元論があり、キリスト教の一元的な正しい論は役に立つと、言われている。祖父、尾崎孝道の恩師、新島城が卒業したアンドーバーガミ学校の、更新英国人で、あと、 アメリカに移るアメリカにメイフラワー号でやってきたあのグループである。岩村真嗣、ありがとうございます。